こんにちは。あなたにとっての最強ボスは誰ですか？そう、お母さんですよね。いつまで寝てるの？まだ仕事決まらないの？今日ハロワ行った？止まれぬ攻撃に毎日 HP はゼロになる寸前ですが、でも負けない。いつかお母さんが諦めるまで、親の年金を全部吸い尽くすその日まで、僕は絶対に働かない。ご当地系 YouTuber クルデソロー。はい、ということで今回は攻撃力が桁違いな最強ボス、美しく変身した最強の野獣先輩、一撃必殺の最強亀、ラスボスより強い最強殺し屋など、最強の隠しボスを10体ほどご紹介していきたいと思います。ジェビル。ジェビルは2018年に配信された RPG ゲームデルタルーンに登場する隠しボスで、紫と黒を基調とした道化師の衣装を身にまとい、常に不敵な笑みを浮かべています。ちなみに宝くじ売り場のババア的には、あれ完全にスクラッチで4等当たった時の笑い方だわとのことです。このジェビルはゲーム内のとある城の地下牢に囚われていて、プレイヤーがあるアイテムを入手した状態で牢獄の鍵を開けることにより、何らかの犯罪を犯したっぽいジェビルと戦うことができます。おそらくスーパーで会計前の刺身食って捕まったとかでしょう。そんなジェビルの強さは群を抜いていて、このボスは戦闘の序盤から避けることが非常に困難な弾幕を連発し、さらにそれらの弾幕の一つ一つのダメージ量が多く、さらに変身や瞬間移動なども駆使して多彩な攻撃を放ってくることから、当時のプレイヤーを何度も意気消沈させました。米市小石は2008年に発売されたパソコン用弾幕シューティングゲーム東方地霊伝に登場する隠しボスで、黄色の上着と花柄のスカートを着用した幼女の姿をしていて、閉じた恋の瞳という二つ名を持っています。このボスはストーリークリア後に解放される、EX ステージ、いや、エクストリームステージかな、エクセステージの最深部で戦うことができます。しかし戦闘時に小石が放つ弾幕の密度は非常に高く、プレイヤーは弾幕のパターンを事前に暗記する必要があり、さらに弾幕の精密な回避スキルを持っていなければ、プレイヤーが米市小石を倒すことは永久に不可能であるとも言われています。また小石ちゃんは最後のあと一押しのところでプレイヤーに対し、やっぱり幼女には攻撃できないよという優しさを発揮させる能力もあるので、実質最強であり、我々はいつまで経ってもロリコンと言えるでしょう。ビューティー先輩。ビューティー先輩は2014年に配信されたパソコン用フリー RPG ゲームおばさんクエストに登場する隠しボスで、その姿はネット上で幅広い層から知られているあの野獣先輩の顔にナインカメラのビューティー加工を施した姿となっていて、この加工によって野獣先輩の浅黒い皮膚は透き通るような美肌に変化しています。そしてこのビューティー先輩はとあるいいセックスダンジョンの最深部で一戦を交えることができます。戦闘時のビューティー先輩は凍てつく波動というスキルでメンバーの能力上昇の効果を打ち消したり、陰夢の人たちというスキルでメンバー一人の命を確実に削り取ったりすることから、ユニークな外見とは裏腹に決して侮ることができない隠しアナルとなっています。この先輩の怒涛の攻撃に対し、ゲームプレイヤーたちはこぞってやりますねと言ったと言い伝えられています。レッドは年発売のポケットモンスター金銀に登場する隠しボスで、赤い帽子がトレードマークの無口な少年です。ちなみにレッドは赤い帽子をかぶっていることから、カーフ男子という噂もあります。レッドはストーリークリア後に解放される白金山という山の頂上で戦うことができるのですが、レッドが繰り出してくるポケモンのレベルは80以上と極めて高いことが特徴です。さらにレッドはリザードン、不思議花、カビゴンなどの強力なポケモンを使ってくるため、プレイヤーの実力がゲームのストーリーをかろうじてクリアできる程度であれば、レッドに勝利することはおろか、レッドと対等に戦うことさえできません。まあ私ポケモントレーナー通称イエローも以前全裸でレベル45キリン力にまたがり白金山を目指しましたが、途中蚊に刺されて泣く泣くリタイアしました。アリス。
アリスは2009年に発売された任天堂 DS 用 RPG ソフト新女神転生ストレンジジャーニーに登場する隠しボスで、青いドレスと雪のように白い肌が特徴的です。化粧水ソムリエの僕が主にこの肌の白さは間違いなく雪肌精です。アリスは隠しミッションをアリス自身から受注し、そのミッションを最後まで進めた先に待ち構えています。戦闘時のアリスは高いステータスに加えて死んでくれるという主人公を含むキャラクターの体力を高確率でゼロにするという驚異的なスキルを使用することから、プレイヤーの多くはアリスの凶悪なスキルの前に惨敗を喫しています。クッパ X。クッパセックスは2009年に発売された任天堂 DS ソフトマリオ&ルイージ RPG3 に登場する隠しボスで、その姿は皆さんご存知、トゲが突き出た甲羅を背負う大柄な亀風の何かです。ちなみに僕の友人である世界最大の亀オサガメも、あれって亀なんって言ってました。クッパセックスはバトルコロシアムという施設で戦うことができ、マリオやルイージの体力をほぼ一撃でゼロにするほどの攻撃力を持っている上に、こちらの必殺技を戦闘中に封じ込めるという常軌を逸した行動をとってきます。さらにクッパセックスは自身の体力の低下に伴い、自身の攻撃回数や攻撃力を大幅に増加させるといったプレイヤーの敗北に直結する危険な特性を持っていることから、クパーセックスとの戦闘においては最後まで気を抜くことが許されません。ダークドレアム。ダークドレアムは1995年に発売されたスーパーファミコン用ソフトドラゴンクエスト6幻の大地に登場する隠しボスで、セクシー衣装からあらわに踊り出た肌はまるで屋上で焼いたかのごとくこんがり日焼けしていて、肉体はムキムキかつ股間はもっこりです。また湾曲した両刃の武器を携えていて、表情はどこかツンデレみを感じます。ダークドレアムはストーリークリア後に解放される隠しダンジョンの最深部で戦うことができ、ダークドレアムを20ターン以内に倒すことに成功した場合は特別なエンディングを見ることができます。まあ確か幸せなキスをして終了 ED とかだったと思います。ドレアムが繰り出してくる技はどれも強力で、氷と炎の2種類のブレスやグランドクロスといった特技で致命傷を負わせてくることから、想像をはるかに超える強さでプレイヤーを圧倒していきます。まあちょっと前にバーベルスクワットでぎっくり腰になった僕から言わせてもらうと、ドレアムの筋肉の張り具合は間違いなく週5でゴールドジム通ってると思います。超魔王バール。超魔王バールは2003年に発売された魔界戦記ディスガイアに登場する隠しボスで、主人公たちをはるかに上回る背丈と屈強な体育が特徴的で、なぜか半裸です。そしてこの強くなればなるほど露出が上がっていくという法則が近年発見されたことから、ゲーム界隈では常に全裸の麒麟が最強ということで決着がついています。超魔王バールはプレイヤーがある条件を満たした場合に限り戦うことができるのですが、バールの体力は300万以上あります。またステータスの全ての項目が200万を超えるという圧倒的な能力を誇ることから、プレイヤーは超魔王バールの討伐に向けてキャラクターの育成に膨大な時間を注ぐことになります。モノマネし午後。モノマネし午後は1992年に発売されたファイナルファンタジー5に登場する隠しボスで、ピエロの衣装と間延びしたセリフが特徴的なボスです。モノマネし午後は沈んだウォルスの塔と呼ばれるエリアで戦うことができ、戦闘開始と同時に私は君たちの真似をする、魔法には魔法でお返しなどと宣言してきます。これはもし半沢直樹と戦った場合、こう返しのラリーで最終的に何倍返しまでになるのか見ものです。そして午後は宣言通りにこちらのメンバーの動きに関連した行動をとってきて、例えばこちらが魔法を使った場合、午後も魔法を使い甚大なダメージを与えてくるため、正攻法で挑んだとしても午後に勝利することは困難を極めます。しかしモノマネし午後は相手のモノマネしかできないことから、戦闘時にプレイヤーが何もしない状態を数分間継続することで午後を自滅に追い込むことができます。まあ午後はそんなことより今すぐモノマネ王座決定戦のオーディションを受けた方がいいと思います。アモン・ジョー。
アモン・ジョーは2005年に発売された龍が如くなどに登場する隠しボスで、丸みを帯びたサングラスとショートヘアが特徴的なボスです。おそらくアモン・ジョーのモデルは昔新宿で暴れ回ってた頃のタモさんだと思います。アモン・ジョーは特定の条件を満たした上で戦うことができるのですが、アモンは近接攻撃の威力の高さやガード不能な複数の武器を使いこなし、噛み切った?と言わんばかりにプレイヤーを畳みかけます。さらにアモンは状態異常を無効化したり、戦闘中に自身の体力を最大まで回復するといった超人離れした能力を持っていることから、プレイヤーはアモン・ジョーの攻略に苦戦を強いられることになります。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見てあんまり過去をほじくるなよ、噛み切った?と思ったサングラスの奥は笑ってないタモリは、高評価とチャンネル登録、ベルマークの通知登録をして、アニメチャンネルとサブチャンネルの登録とツイッターのフォローは動画概要欄からシュッシュッシュッ。